ます。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。突然ですが、はい、メモ見してください。メモ、はい、というのも、はい、今日のテーマは仕事のメモの取り方と、はい、いうことで、仕事でメモすることって多いやん。めっちゃ多いですね、うん、何度も聞かなくても一度で分かるメモの取り方、はい、教えてほしくて、はい、まずメモって普段どういう時に取ります？あの、僕結構忘れやすいんですよ。で、忘れるの前提で書くぐらいメモは基本的に全部書くようにしてます。基本的に Google にドキュメントでメモを取るようにしていて、理由は社内でもあのいつでも共有が誰でもできるようにしてるんですけど、1個のドキュメントに1個のプロジェクトのミーティングの内容がずっと下に流れていくようにしていて、上に上に更新されていくようにしてます。大事にしてるのはいつの話なのかっていうのと、誰が喋ったのかっていうのと、基本的に文章は口語で書くようにしていて、これ水木さんからすごくアドバイスもらったんですけど、ビジョンマップとかみたいに会社の思いとか信念みたいなものって、その人の言葉回しとか言葉遣いに結構眠ってることが多いって話聞いたので、それをできるだけ口語ベースでまんま写すような感じで残しています。で、あとはあの重要な項目とか変更点みたいなものに対しては赤字を使ったりとか太字にしたりとかしながら調整していって、基本メモするようにしています。いろんなこと言われる中で、これ全部メモしてる？ほとんどメモしてます、うん、逃すことの方が損失なんで、うん、基本的に全部メモするようにしてます。紙でのメモはあんませえへん？紙はやらないですね、うん、管理がめんどくさいんで。なるほど。全部パソコンか携帯で管理できるようにやってます、うん、じゃあどういうふうに管理を分けてるの？プロジェクトに関しては Google ドキュメントとか、いわゆる Google ワークスペース上で基本管理するようにしていて、タスクであったりとか自分の中思いついたこととかアイデアみたいなのはチャットワーク使ってるのと、日常で LINE 使ってるんで、自分に対してメッセージをくれるルームを作ってるので、そこにとりあえず投げておくようにしてます。あとはプライベートとかって思いついたことをバッと文章にしたいときは、エヴァノートにメモとして全部フォルダ分けしながら残してるんで、だから結局4つ5つぐらいのツールを使い分けながらメモしてます。なるほど、はい、なんかめっちゃ短い情報に関してはチャットとかに投げてて、うん、全体に共有しなくてならなかったらドキュメントであって、 Google Keep も使ってて、うん、会社が基本 Google Workspace なんで、これがあの営業の時の自分のメモ、会社の仕事にまつわる自分のメモは基本 Google Keep に残すようにしてて、カレンダーとか Google 基本同じように自分でジャンル分けしていって、それぞれのメモどういうタイトルでどういう内容していってみたいな感じで、こうやってメモしていったりとかは基本的にしてます。なるほど、使い分けですね、はい、突然ですが、はい、メモ見せてくれへん？お任せください。メモ何個か使っていて、ツールで言うと Google Keep を使ってるんですけど、うん、Google Keep ともう一個手書きのメモ帳を使ってます。実際中身ちょっと見せてくれへん？私が初めてご契約いただいたお客さんのキャッチコピーを考えるときに整理するために書いた情報で、キャッチコピーの候補を、うん、書きまくったりだとかで、採用されたものはもうパソコン上でやったんですけど、そのギリギリまではここで考えてました。デザインのトンマナを作る時のこういう風に情報をいつも自分の中でブレストするためにメモを使ってるって感じです。上司に言われた言葉をメモするというよりかは、デザインとか方向性を考える時のメモをこれで使ってます。自分の頭の中の情報を一旦全部出してみて、そこから必要な情報をすくい上げるみたいなところが好きです。メモと Google Keep の使い分けはあるの？こっちの書く方は脳内の情報を全部ここに写し込む。Google Keep は例えば上司に依頼された期限のあるタスク、今後自分がやっていかないといけない業務関係に関しては Google Keep で管理する。今までのフィードバックを書いたりだとか、あとは今後自分がやっていくことだったりだとか、浦下さんからいつも教えていただいたのビジネスマナーのメモだったりだとか、ずっと残しておかないといけないメモっていうところをここに残してます。例えばメールとか手紙なんか聞かったっていうところとか、動向のメモってところは色付けしたりだとかしてました。で、今は本当実業務になってくるので、お客様の情報ってところをここに書き出してます。じゃあメモの書き方とかあるの？自分のルールみたいな。あ、なるほど。逆にルールを決めないようにしていて、とにかく書き出すっていうところを意識してます。メモを取るときに意識してることってある？私結構忘れちゃうんですよね。言われたこと。コーダビをいちいちで取っていくといいよってことを上司から教えていただいたんで、いつどこでもういつまでに何がいるのかっていう、そこの具体的なところだけ書くってとこはめっちゃ意識してます。普段どんな時にメモしてます？
なんか結構目的によって変えていて、うん、1回ももう見返さないメモと3回だけ見返すメモと3万回見返すメモで分けてるんですよ、うん、見返さないメモは逆に何なん？あのちょうどこれが紙のノートで、うん、見返さないメモなんですけど、うん、僕あのコピーライターやっていて、うん、結構発想をひたすら展開していくみたいなの大事なんで、うん、思いついたことを全部書くノートみたいな、うん、メモみたいなものを取っていて、コピーの小のノートなんですけど、こういう感じであの今見たらめちゃくちゃおもんないようなコピーも全部思いついたら書くみたいな、うん、3回だけ見返すメモっていうのは、まあ、チャットワークのマイチャットに書き留めていって、うん、打ち合わせしながらキーワードだったり、うん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 、大事だと思ったところを書いていくっていうような、なるほど、一生見返すことはないと思って、うん、その案件が終わったら、うん、最後に3万回見返すメモ、スプレッドシートに書いていて、うん、あの牧木さんから僕が2月に入社して以来、うん、もらったフィードバックをずっとここに書き留めてるっていうのがあって、でこっちが、ね、長文に関するフィードバック、うんうんうん、でこっちが取材だったりとか、うん、先方との打ち合わせとか、うん、B ライティングに関する雑多な反省っていうようなところでずらーっと並べてるような感じです、あ、じゃあ言われたフィードバックを自分でまとめてってるんや。そうですね、うん、書いた時点でも印象に残るんで、うん、まあ、見返して成長になるかなっていうような感じで書いてます。じゃあ同じことは言われないように自分で工夫してるってことね。まさにその通りです、うん、マッキー、はい、お疲れ様です。お疲れ様です。仕事ができる人はどんなメモの取り方をしているのかを実際のメモを見ながらちょっと教えてほしいなと思ってます。はい、はい、メモはどんなタイミングで取る？お客さんのご意見みたいなものはもう漏れなくメモするっていうのがあると、例えばウェブサイトに載せる情報の取材であれば、これは絶対に載せないとダメだっていうものの重要項目は漏れなくメモするっていうのは決まってるかもしれないです、うん。そういうお客さんから言われたこと以外で何かメモすることってある？はい、まあそのタスク管理みたいなものはドキュメントにまとめているのと、生活しててちょっとこうクスッと笑えるようなシーンってあるじゃないですか、うん、じゃないで誰かがめっちゃおもろい例えツッコミしたとか、うん、YouTube のコメント欄が大喜利みたいになってる動画とかもあって、うん、あるな、はい、僕が笑ってもうたやつを LINE のグループを作って、そこにまあメモがてらコメントを打ち込むみたいな、仕事で何か企画するとかってなった時はそれバーって見直しながら自分のなんか頭を柔らかくするというかっていうのをやってみてですね。自分のコピーメモっていうグループ名があって、それに対してこれがもう全部メモみたいな感じですね、うん、自分で、そんないろんなコピーライターとして引き出しを増やしていってるってことだよね。自分じゃ思いつかないこととか、うん、こんな表現あかんやろなとか、あんな表現あかんやろな、最初に自分で制限かけてしまうんですけど、一回こう発想を広げるときはその辺を無視して全然違う角度から考えるみたいなのが結構重要なので、うん、そこの時にバーってなんか見るっていうか、なんか紙でメモとかじゃあマッキーはせえへんの？紙はもうないですね。紙はメモないですね、うん、お客さんからいただいた意見を漏れなくメモするときって、うん、じゃ間に合わないですね、うん、そのまま社内に共有してもいいレベルぐらいでリアルタイムでまとめるってなったら、もうパソコンが必須かなっていうのがあるんで、前職で新聞記者やったんでずっと手でやってたんですよ。こうやって正直難しいんですよね、うん、それでもやっぱ後で見ても、ね、なんて書いてあるんだけど俺みたいなのあったんで、パソコンかスマホが確実かな。なるほど。最後にメモするときに押さえるべきポイントってあります？はい、状況によって漏れなく全部メモした方がいいシーンなのか、重要な項目だけ押さえとけば後からなんとかなるのかっていうののシーンが仕事によっていろいろあると思うんで、聞くっていうところに時間割いた方がいいなとかっていうのを見極めつつ、それをこう最適化していくというか、はい、最短の時間で十分なメモを取るために考えるっていうのが他の業務の効率化とかにもつながっていくと思います。突然なんですが、はい、どうしたい？今日テーマは、はい、あの仕事ができる人のメモの活用術について聞いてもらってまして、最後に二席さんのどんな風にメモをしてるのか見せてもらいたいです。はい、それは何ですか？これツイッターのしてる。ツイッターでしてるわけ、はい、メモをツイッターでしてるんですか？あ、そうなんですよ。僕は気づいたこととか、うん、学んだこととか勉強になったなっていうことは全部。なんでツイッターでメモしてるんですか？ツイートしやすいじゃないですか。他にメモしてることあります？はい、ツイッター以外で。あとはチャットワークですかね。うん、もう箇条書きですよ。はい。
議事録とかお客さんのヒアリングとかになってきたら Google のドキュメントにファイル作って、はい、打ち込んで、お客さんのヒアリング項目は一つのファイルでメモしていくんですよね。日付書いて、今日が12月2日5時からのこのミーティング書いてメモ取っていくでしょ、はい、で次は下に書いていくんじゃなくて上に更新していくって感じです。そうすると常に一番上が直近のヒアリングした内容になっていて、遡ろうと思ったら下に遡っていけるっていう感じなんで、この3つかなやってんのは、はい、人によって違った、いろいろ結構違いましたね。共通してるポイントもあるんですけど、はい、なんか一人一人工夫が見られました、まあ、自分に合ったやり方を見つけて情報をしっかり整理できるとか忘れないとか記憶していけるって、これ脳みそだけじゃ絶対限界があるんで、だからメモって大事だと思うんですよね。今日からぜひ皆さんもどのやり方でもいい、いろいろ試してみてメモをしっかり取る、記録に残すっていう習慣を作っていきましょう。このチャンネルでは仕事に役立つ情報を配信してますので、よければチャンネル登録と、そしていいねと思っていただいたらグッドボタンを、よくないねと思っていただいたらハートボタンを押していただいてチャンネルを閉じてください。皆さんのおすすめのメモの取り方あればコメント欄にどしどし書いていただければと思いますので、よろしくお願いします。では次回の動画でお会いしましょう。さよなら。